北海道遺産のモール温泉十勝川温泉は、北海道加藤郡乙府家町にある温泉。泉質は、ナトリウム塩化物、炭酸水素塩泉。数百万年前の十勝平野は、大きな内湾で、周辺には、湿原が存在し泥炭が堆積していた。その泥炭が変化したものがアタンで、平野の地下深くのアタンを含む地層から湧き出ているのが、モール温泉となっており、 植物性の有機物を多く含んでいるのが特徴である。帯広市街などの平野中心部では地下1000メートルより深いところから湧き出る線温が摂氏50度前後であるのに対して、十勝川温泉では地下深部に高温部が存在することにより地下500メートルから700メートルで線温が摂取55度摂氏60度と比較的高温になっている。なお、モールとは英語。 ドイツ語で、出現の意味で、モール温泉はデータンなどに由来する、腐植物を含むアルカリ性の温泉のことで、ヨーロッパで肌に、腐植物を含むデータン泥を直接体に塗る、美容法の、モール浴に似た効果が期待されることに由来している。トカチガーや北海道道73号、帯広裏泥線沿いに位置しており、中心部には、道の駅ガーデンスパ、トカチガー温泉がある。 観光案内所の十勝川、温泉観光ガイドセンター南側には、足湯が設置されており、施設内に、事務所がある受賞ネイチャーセンターでは指揮を通じて、様々なアウトドアアクティビティが体験できる。また、十勝川温泉観光ガイドセンターを起点に、十勝川温泉フットパスが設けられており、隣接する十勝川下半や十勝エコロジーパーク、 トカチが、丘公園などへ気軽に徒歩や自転車で散策できるコースになっている。毎年12月上旬から3月中旬頃までは、越冬のためトカチ川下藩に白鳥が飛来する。琥珀湯ロマン物語参照。温泉の記録は1874年の北海道地使用量が最も古く、音塚川湯、加藤群にあり、泉室未章と記されている。当時、 一帯は、足の追い茂る、湿地帯で小さな沼が点在して、常に生ぬるい湯が湧き出しており、周辺は、冬でも凍らないことから鳥や獣けもの,の休憩場になった、他、アイヌの人々の間では、薬の湯という言い伝えもあった。1900年に、エマカヘイが自然に湧いているぬるま湯を1メートル四方の箱に引き、加熱した湯を、 近所の人々と利用したことを和人による温泉の始まりとしている。1913年に前田智三郎が手掘り工事で掘作すると摂氏30度摂氏36度の温泉が吹き出したため2階建ての旅館を建設し本格的な温泉経営に乗り出した。1928年には天宮駒平が機械工法によるボーリング調査を行い、 湯量豊富な摂氏42度の温泉掘削に成功。温泉名は、下志幌温泉や、天宮温泉などと呼ばれていたが、温泉掘削に勤めた林豊洲が1933年に、当時の大義師であった、三井徳保に名付けを依頼し、十勝川温泉となった。その後、温泉街も形成されて、帯広から、 バスの運行や渡し船で十勝川の対岸からでも行き来できるようになった。1988年には十勝中央大橋が開通した。1989年十勝川温泉集中管理推進協議会を立ち上げて温泉の保護と有効利用を図り、1993年から温泉集中管理事業を開始した。2004年にモール温泉として、 北海道遺産に選定。2008年には地域団体商標制度を受けて出願していた、十勝川温泉の商標登録が地域団体商標になった。2016年には、スパンドマルシェ、ガーデンスパ、十勝川温泉が開業。その後、ガーデンスパ、十勝川温泉は2020年7月22日に、道の駅ガーデンスパ、十勝川温泉としてオープンした。 ありがとうございます。